7月1日、ニューヨークで地下鉄の新しい車両がお披露目されました。パンデミックの影響で納期が遅れていましたが、今後試験運行が行われ、早ければ来年の夏から実際に乗客を乗せて走行される予定です。この地下鉄車両をデザインしたのは、ニューヨーク在住の日本人デザイナー、宇田川正道さんです。新車両だけではなく、現在走っている地下鉄車両、地下鉄の券売機、地下鉄の駅に設置されている緊急連絡のためのヘルプポイント、さらにニューヨークの街中にあるフリー Wi-Fi スポットリンク NYC、 これらすべて宇田川さんがデザインしたものです。今日はニューヨークの街にデザインで大きく貢献している宇田川さんに、ニューヨークならではの公共物のデザインについてお話を伺いました。みんながニューヨーカーが使う公共のものをデザインするときって何を一番求められるんですか？まずは、まあ、当たり前のことですけれども、みんなが使えるっていうことが一番大事ですね。まあ、東京とニューヨークでも違いますし、もっと近いところではワシントン DC の仕事も少しさせてもらったんですけれども、とニューヨークでも全然違うんですよ。その人々の何て言うんですかね、行動のパターンが。ニューヨークではこれは必要だっていうものってありますか？ニューヨークならではというとですね、とにかくラフに扱われるんでできるだけ壊れにくい、汚れにくい、落書きもありますし、ひっかき傷もありますし、まあ広くバンダリズムって言いますけれども、とにかくバンダリズムがひどいもんですから、そういうものにできるだけ耐える。で、引っかかれても目立たないとか、落書きされたらすぐ消せると。そうですね、壊されないことが大事ですね、ニューヨークならでは。残念ある意味残念なことなんですけれども東京出身の宇田川さんは1997年にパートナーとニューヨークにデザイン事務所アンテナデザインを立ち上げ、オフィス家具や公共物のデザインを中心に活躍しています。宇田川さんがデザインした地下鉄車両が走行し始めたのは2000年です。当時ニューヨークの地下鉄は古くて汚い、夜は危険な印象がありました。私は98年にニューヨーク来たんですけれども、はい、当時はこうすごく暗い雰囲気だったんですよね、はい、でそれが新しくなって、今気づくとそれが宇田川さんのデザインなんですけれども、はい、思い出すのが一歩入った時にふわっとこう明るかった覚えがあって、はい、あの明るさもやっぱり狙いですか？あれはもうまさに、まあ、安全が一番大事ですけれども、その次ぐらいに大事なとこだったんですね。というのは僕らの車両が走り出す前に走っていた、まあ、今でも古い車両走ってますけれども、おっしゃられたように暗いんですね。で、なんで暗いかっていうと、壁がステンレスでできてるんですね。スプレーで落書きされた時に落としやすいっていうことでステンレスにしたんですね。で、それはそれで正解だったんですけれども、その副作用として車内が暗くなってしまった。今度はスプレーができないから引っかいて落書きするっていうのが出てきちゃった。で、そんで僕らの車両の開発になったんですけれども、で、まずその暗いとやっぱりなんか危ないじゃないですか。で、いても気持ち悪いというか。で、天井壁は白っぽいんですけれども、ブツブツの模様がついていて、落書きされても、もちろん落書きは消せるんですけれども、完全に落ちなくてもあんまり目立たないようにとか、あと、まあ、材料でもって引っかかれても見えにくい。あとは NYPD ってニューヨークの警察との話し合いもあって、リクエストをもらったのは、列車が駅に入った時にドアが開いて、ごくたまになんですけれども、ドアの近くに座っている方のハンドバッグをひったくるとか、ネックレスをひったくるとか、単に殴るとか、そのホームに立っている人間がすることがあるんで、
それを守るため のスクリーンを作ってくれっていう話、最初は防弾ガラスを考えたんですね。ストレートなアンサーで、だけどやはり大きなガラスの面っていうのは引っかき傷が目立つんで、引っかかれたら取り替えなくちゃいけない、それも大変なんで、で結局ステンレスのバーでこうやったんですけれども、最初はバーをがこう平行だったんですね。よく見ると平行だとはしごに見えるんですね。で、はしごに見えるとはしごとして子どもたちが特に使ったりするんですね。つい登りたくなってしまう、はい、そうなんです。そういうメッセージをその物が発するわけですね。で、動いてる車両で子どもたちがその登ったり降りたりして、で転んでもらっちゃったりしたら危ないじゃないですか。で、最終的にこうそれを単に斜めにしたんですけどね、スッとひったくりとかはもうできないし、斜めにするだけではしごには見えないんですね。不思議ですね。ええ、そんなんで物っていうのは必ずその意図するしないにかかわらず必ず何かメッセージを発してしまうんですね。ですからできるだけそれを何ですか、コントロールして不本意なメッセージは出さないようにするっていうことが大事なんですね。車内を明るくし、扉近くの席に防犯のデザインを施したことで、地下鉄車両の居心地はぐんと良くなり、犯罪も減少しました。新しい車両では2000年の時とは異なる地下鉄の課題、電車の遅延の改善にデザインで取り組みました。遅れたりする、もしくは予定の変更で来なかったりすると、はい、しょっちゅうですね。逆にもうそれが当たり前になってますよね、はい、そうするとだんだん頭にきて、で八つ当たりされる。なんでできるだけそういうことが、運行のスケジュールとかっていうのは僕らの範疇の外ですけれども、混雑解消、人の流れをより良くするということを主眼に、デザインしたんですね。なんでドアの幅がまたさらにちょっと広いとか、今回の新しい車両では駅に入る前に今度開く側のドアの枠が光るんですね。で緑色にこうちょっと光って、でこっちのドアが開きますよっていうのをあらかじめ乗ってる方にお知らせする。そうすると少しずつ動いて準備してもらえ、そうすると列車が止まった時にもうさっと出てもらえる。それによってその停車時間を短縮できる。例えば1秒でも2秒でも短縮できると何駅もやっていると積み重なっていって結構な時間になるもんで。多様な人種が集まるニューヨーク、そのため誰もが分かるように光で目立たせる工夫をしました。宇田川さんが初めてニューヨークの公共物デザインに携わったのは1999年の地下鉄の券売機です。22年経った今も現役で使われています。飲み物を買う自動販売機、それはもう誰でも使い方は分かってる。 でも飲み物を買う自動販売機はお金をまず最初に入れて、それから何か選ぶじゃないですか。で大体当時のニューヨークではそういう販売機はみんな壊れている。で誰も信頼しないんですね。お金を最初に入れるっていうのは皆さん非常に抵抗があったということで、最初はまずスクリーンを触ってもらって、プロダクトを券の種類を選んでもらって、で最後にお金を入れてもらうっていう仕組みにしたんですね。確かに私も何度もお金を入れて物が出てこないっていうのは、はい、いくらでもありましたよね、はい、商品が出ないとこう叩きますよね。確かに人間って、ね、当たりますよね。そうなんです。でも八つ当たりされた時にどうするかっていうのは僕らも考えて、
でその画面の周り、あの赤とか青とか黄色とかになってるじゃないですか。ありますあります。あれは塗装したんではなくて、ホーロー引きですか、ポーセリンエナメル、まあ、セラミックなんですよね。で引っかかれない、タバコでジュッとかやられてもダメージを受けない、掃除がしやすい、いつまで経ってもあのピカピカしてる、まあ、八つ当たりされても、まあ、涼しい顔していられるっていうデザインですね。ニューヨークでは乱暴に扱われがちな公共物のデザイン、そこにはデザインの力でニューヨークの人々の行動を良い方に促したい、そんな宇田川さんの思いが込められています。壊さないように、人が壊さないようにするのではなくて、その壊されることありきでデザインをするということですね、はい、両方ですね。Prepare for the worst, hope for the best って言いますけど、まずはあの壊されるっていうことを前提にして、まあ、バンダリズムを受けるっていうことを前提にして対処して、でそれとは別に Hope for the best の方では、そのデザインでできるだけその公共心を煽るというか、みんなにこのデザインを愛してもらえるというか、大事にしてもらえるようなものにすると、壊される、頻度が下がるんじゃないかなっていう。その愛されるようにするってどういうことですか？まずはやはりあのしっかり使えるっていうことが大事ですね。あのいつ行ってもあのちゃんと動いてる、ちゃんと使える、もしくは使いやすい、その信頼できるっていうことですね。宇田川さんが大切に使ってほしいとデザインした地下鉄の車両や券売機はニューヨークに欠かせないものとなり、20年以上にわたり使われ続けています。新しい車両もこれからニューヨーカーに親しまれていくことでしょう。